ございます。現在朝の8時です。今日は僕が最近よく食べに行っている100円小食を紹介したいと思います。場所は800号館にあるチップです。これが今週のメニューになっています。これが今日の学食のコロッケバーガーです。バンズはふかふかしていて、コロッケも甘みが強くとても美味しかったです。僕は高校の時から朝食を食べない派だったのですが、ここの朝食はついつい食べに来てしまいます。安くて美味しい100円学食、ぜひ皆さんも食べに行ってみてください。朝食を食べ終わったら、友達との待ち合わせの本館に向かいます。今回は動画のご視聴ありがとうございました。